ご視聴ありがとうございます。予約屋の花澤です。今回ご報告としまして、しばらく動画を投稿しなくなるかもしれません。先週の金曜日だったんですけれども、急に、チャンネルの方で、あなたのチャンネルは収益化ができなくなりましたというような表示がありまして、で、本当に何の前触れも前兆も全くなく、で、上げてる動画がほとんど何にも問題なく、どれも収益化ができてて、緑のマークがつく状態なんですけれども、まれにこうお腹のトリートメントとか足のトリートメントとかっていう時に一時的に、収益化ができないことがあっても、再申請をお願いすれば1日以内とかで、緑に変わってたんですね。何年か前のものに関しては年齢制限がつくような、前年齢には、適さない。ただそれに関しても違反はしてない状態だったんですね。問題、ガイドラインに違反はないものの、一部の視聴者に適さない可能性があるという判断で、年齢制限がついていますというような回答があったんですね。なので、チャンネル自体に違反は何もついてないんですよね。その男性でも上半身が全体的に出ているようなものだったりすると収益化の対象にならなかったり、年齢制限がついたりということもあったり、あとは本当になんでこれがってわからない、理由ははっきりしない。同じような、その同じ日に撮った同じ部位のトリートメント動画でも一方は収益化できていて、一方は収益化できないとか年齢制限がつくとかいうようなこともあったりはしました。それを入れても全体の1割にも満たない。今まで700本ぐらいとかは動画があるんですけれども、そのうちの、そういった年齢制限がついたり収益化ができないっていう風にされたもの全部含めても30件ぐらいとかですね、しかないんですよ。本当に 95% くらいはどれも何にも問題がないという風に判断されて、収益化ができている状態で、特にこの最近に関して言えば高評価率も上がったり男女差も埋まったりしていて、まさかそんな急にチャンネル自体が収益化できませんという状態になるとは、何かの間違いじゃないかと思うっていうぐらい、本当にスムーズな運営というか、自分でもこの辺これぐらいは大丈夫、これはちょっと危ないかもしれないっていうのがあったので、撮影の時にもタイトルをつける際でも説明文を書く時でもかなりこういろいろ気を使って今までの経験情報を元にして、誤解を招くようなことがないようにとか、不快に、取られることが極力ないようにというつもりで、ほとんどそれで最近のものに関しては、必要最小限の肌の露出になるようにというようなつもりもあって、着衣の動画がほとんどでした。
まず最初どうしていいかもわからなかったんですけど、まあ、いろいろ調べて、サポートチームにメールを出すということで、再申請をお願いしますというふうにしたところですね、まあ、今日ですね月曜日になって回答が来たんですが、まあ、アダルトコンテンツという認識で収益化から収益化できなくなっていると、まあ、再申請をする際には30日間空けてくださいということが書いてあったんですよ。でも本当に実際に性的なものというのは一つもないですし、まあどう取るかは見てる方なんでしょうがないですけど、実際それで判断されているものに関しては、まあそれでそちらで処理が終わってたり、こちらで非公開にしたりという形で対処しているので、これ以上何がどう問題があってどうしていいのかっていうのがもう分からない。今まで問題なく収益化できたものを削除しなければいけないのか、本当に困っているというかびっくりしてるしという状況ですね。自分が調べたところ、元助産師さんの方が上げているチャンネルで、同じように急に収益停止になったけれども翌日には改善しましたっていう方がいて、それも何の連絡もなく、まあ、いきなり、まあ、また収益化できるようになってましたみたいなことを知ったんですけど、そういうこともあるのになぜ、そのメールの返事だと再申請するには30日待ってくださいっていうふうにもう全く見てもらえないで判断されているのかっていうのが結構ショックですし、残念ですよね。とても残念で、かなりちょっとやはり、まあ、今までこううまくいっていたのもありますし、そのつもりで、まあ、撮影の段取りだったり編集の段取りだったりつけてやっておりましたし、今後もその予定がもう入っちゃ撮影のね予定が入ってたりも してるので、かなり気持ち的に落ち込んでいるというか、モチベーションがね下がるというか、とてもちょっとこう同じ気持ちで、取り組むのが難しいなっていうところでして、まあ、そのままこのまま30日待たなければいけないのか、もう少しちょっとメールでやり取りを したら何か改善があるのか、まあ、ただ知り合いの方曰く、まあ、同じようにね動画上げてる方が、まあ、メールでちょっとごねたんだけれども結局その期間が縮まることはなかったと。ただ、まあ、そういう健全な教育的なマッサージ動画であるということを、メールしたら30日後には、まあ、その再申請した際にはすぐに収益化ができましたっていうことだったので、そうなるといいなと。またちゃんと戻るのであればまた同じようにやっていけるなっていうのがあるんですけど、まあ、それの保証もないですし、楽しみにね見てくださってる方には申し訳ないんですが、少しこう事態がはっきりするまでとか見込みがつくまでとかですね、本業の方に、まあ、打ち込む方がいいのかなっていうのもありまして、そういう経緯で、少し
しばらく更新できないかもしれません。まあ、もしね、それよりも早く、状況が良くなっているようでしたらまたアップはできるんですけれども、もしかすると1ヶ月ぐらいストップすることになってしまうかもしれません。ということで、まあ、説明をしておいた方が、まあ、皆さんご理解いただいて、であるいは、こういったことに関して、あ、自分もそうですっていうような、とか、あ、こういう私の周りでこういう人がいましたとか、こういう話を聞きましたとか、情報がある方は教えていただけたら幸いです。まあ、いろんなご意見あるというところは覚悟して申し上げております。まあ、見てくださってる方、心配してくださる方に、まあ、現状報告という形でお伝えしておいた方がいいと思って、このような、動画を撮らせていただきました。できればね、またやはり同じように続けていきたいと思っております。応援いただければ幸いです。はい、では See you.